こんにちは、たまおでーす。今日のジャンク品はこちらになります。グラフィックボードです。以前紹介しました福袋に入っていたグラフィックボードになります。 GeForce GTX タイタンブラックになります。タイタンの色がブラックのバージョンになります。裏面はこんな感じで、封印シールは剥がされていませんね。前回確認した時はメモリチップの不具合だったと思うんですけれども、今日はそちらを交換していきたいというふうに思います。ついにアリエクスプレスで頼んでいたプリヒーター届いちゃいました。 853A というやつですね。今日はこちらを使って交換していきます。時間も経ってしまって、どこのメモリチップが悪いか忘れてしまったので、もう一度確認してみたいと思います。準備ができました。作動確認したいと思います。電源オン、回りました。ノイズが盛大に入っています。メモリチェックいきます。エラーは FBIOA の1、こちらになりました。それでは分解していきたいというふうに思います。各ビスはトルク製ついているので外していきます。熱伝導シートを剥がしていきます。で、おそらく、こちらか、こちらになるんでしょうね。こちらですね。裏にもあるんですよね。メモリチップが。裏表ある場合って本当はどうするんでしょうね。エラービッツでまた見るしかないんでしょうかね。おそらく、メモリチップはこちら側の異常だとは思うんですけれど、型番は、SK ハイニックスの H5G92H24AFR-R2C という風になっています。こちら、ドナーカードのチップになります。タイタンと同じチップがなくて、こちらは、タイタンが 7GBps 品に対して 6GBps。そしてタイタンは 1.6V 品なんですけれど、こちらですね、1.5V 品なんですよね。ちょっと無理やり、こちらのメモリに交換していこうかどうか今日やっていきたいというふうに思います。はい、行ってみます。電源オン、出ました。まずは150度で行ってみます。フラックス塗っていきます。はい、温めていきます。清掃していきます。清掃が終わりました。もう一回探したらこちらのチップを見つけました。 SK ハイニックスのメモリで、タイタンは R2C なんですけれど、こちら R0C ということで、タイタンは 7.0GBps なんですけれど、こちらは6.0GBps ということで、こちらの方が型番が近いので、こちらをリボールしていきたいというふうに思います。フラックスを塗ります。フラックスを塗りました。ステンシルをかぶせていきます。
ステンシルがつきました。ハンダボールを乗せていきます。載せ終わりました。それでは温めていきます。ジュイーン。温め終わりましたので電源を切ります。冷ましていきます。こんな感じでチボールは綺麗にうまくいきました。それではタイタンのチップを外してこのメモリに交換していきます。温めていきます。一箇所、ソルダーレジストが少し剥がれたんですけれども、多分これをこのまま行っても大丈夫だと思うので、このまま行ってみます。フラックスを塗って、温めていきます。プルプルしたので冷ましていきます。それでは作動確認したいと思います。電源オン、回りました。どうでしょう。ノイズが消えています。どうやら治ったようです。それでは組んでいきたいと思います。組み終わりました。それでは起動していきます。電源オン、回りました。メモリチェックかけていきます。メモリエラー解消してます。それではベンチマーク回していきます。オーライオーライオーライストップ。今回、福袋に入っていたタイタンブラック、修理することができました。そして、アリエクスプレスから届いたプリヒーターを使って作業を成功することができました。使った感想としましては、ホットプレートに比べて熱量が弱いので、プリヒーターの温め時間に結構時間がかかりました。実はホットプレートの方が作業は早いのかもしれません。ですが、サイズ的に使いやすいので、こちらを中心に作業していこうかというふうに思っています。今回リボールしたんですが、
リボールうまくいかないんだよねっていう声もよく聞きます。おそらくこのステンシルに対してのハンダボールのサイズの選定があまり良くないのではないかというふうに思っています。こちら 0.45mm というふうに書いているので 0.45mm のハンダボール使えましたが、このステンシルのものによっては 0.45mm が通過しないものもあったり、ステンシルの加工精度にばらつきがあってうまくいかないこともあります。なのでしっかりそのステンシルに適したハンダボールのサイズなのかどうか見極める必要があります。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よかったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。